次に宮本徹君。宮本徹君。日本共産党の宮本徹です。今日は桜を見る会を安倍総理が私物化した問題について質問いたします。私はこの問題5月9日から追及してまいりまして、一番初めですね、安倍政権になってなんで参加者が急増したのかと資料要求したことから、この問題始まりました。桜を見る会の参加者はずっと1万人前後だったわけであります。ところが安倍政権になってから急増して、2019年は1万8200人、まあ、ほぼ倍増いたしました。まあ、なぜ増えたのかと、まあ、政府がずっと隠し続けてきた招待者の内訳の資料が先週やっと出てまいりました。この赤いところですけれども、総理大臣等の推薦、いわゆる政治家枠は、2019年は8894人と、まあ、これだけでも鳩山内閣の総参加者数を上回っております。小泉内閣の時のものを私、国立公文書館で確認しましたが、2744人ですから、この時と比べれば、3倍以上にですね、総理大臣等の推薦政治家枠が増えてるわけですね。ですから、ここが増えて参加が膨らんだということが、もうはっきりいたしました。そして支出もですね、安倍政権の間に倍増し、5518万円、昨年はかかっております。7年間の予算超過額の合計足しましたら、1億7334万円にもなります。まあ、国民からはですね、どれだけ苦労して税金を納めているのか知ってるのかと、怒りの声が上がっております。まずですね、総理に初めに確認したいと思います。開催要領が桜を見る会については、毎年の閣議で配布され、報告されております。これ、総理も覚えていらっしゃいますよね。内閣官房長官、菅義偉君、内閣総理大臣、安倍晋三君。まあ、詳細な、承知申し上げまして、詳細な内容やですね、日付は記憶はしておりませんが、桜を見る会の開催要領については、毎年の閣議で配布され、報告がなされていることは承知をしております。でこの開催要領はですね、宮本徹君、開催要領にはですね、はっきり書いてますが、1万人規模ということで、招待規模は書いてあります。これ、毎年同じですよ。で、実際ですね、先ほどのパネル見ていただければ分かりますけれども、安倍政権、第二次安倍政権以前は、どの政権も1万人前後、麻生さんの時も含めてですね、守ってらっしゃいます。で、各省庁に枠を配分していたと。ちょっと確認したいんですけど、安倍政権以前は、1万人程度になるようにですね、総理官邸、与党に対しても、枠の目安っていうのを示したんじゃないですか。内閣官房内閣審議官、大西昌司君。お答え申し上げます。安倍政権以前には、全体の招待者が1万人程度になるように、官邸与党に招待の目安を示していたのではないかというお問いかけでございます。内閣総務官室から、官邸の総理、副総理、官房長官、副長官の方に、また、与党の方に、推薦を、お願いをしておったところでございますけれども、安倍政権以前の、担当者、当時の担当者から聞き取りを行いましたが、そういう枠につきましては、記憶がない、よくわからないということでございました。いずれにしましても、現在、ご指摘のような数を あらかじめ割り当ててお願いをするような枠という考え方はないもので、取っていないものでございます。宮本徹君、今は枠はないと、過去はわからないという話なんですね。ですけども、目安も示さずにですね、1万人前後に収まるはずがないじゃないですか。ずっと目安を示してきたはずですよ。それを都合が悪いから、よくわからないと、まあ、都合悪いところは皆さんすぐ忘れてもらうことにしてもらってるようですけども、ところが安倍政権になってからですね、まあ、これはどん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 増えました。総理ね、総理もこの開催要領にある1万人規模を守る責任があったんじゃないですか。内閣官房長官、菅義偉君。まあ、政府として、私どもですね、過去の積み上げの上で、この開催をさせていただく中で、回数が増えるにつれて増えてきている、このことについては反省をいたしております。
宮本徹ですから、総理はこの1万人を守る責任が総理にあったんじゃないですかということを聞いてるんです。内閣総理大臣、安倍晋三君。ただいま官房長官がですね、答弁をさせていただいたようにですね、昭和27年当時から開催されてきたということでございますが、基準も曖昧な中においてですね、また年数が重なる中において、この人数が増えてきたことについては、反省をしているところでございます。宮本徹君。いや、私は総理もこの1万人守る必要があるんじゃなかったのかと聞いてるわけです。開催要領はですね、これ、官房長官の決裁で出されてるものですよ。私、昨日出た資料を見ましたけども、官房長の決裁でやってるわけですよ。それをですね、守る必要があったのかなかったのかと聞かれて、答えもしないと。そういう無責任な姿勢だから、どん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 増えたってことなんじゃないですか。内閣官房長官、菅義偉君。先ほど申し上げましたけれども、政権が回を重ねるにつれてですね、開催をする中で、積み上がった中で増えていったということであり、このことについては、招待の基準、そうしたことも曖昧であったとか、あるいは招待の途中のその透明性、さらに予算、また、そうしたものについてですね、もう一度原点に立ち返って見直しをさせていただこう、このように思います。宮本徹君。あのね、招待基準が曖昧だったから増えたわけじゃないんですよ。安倍政権以前も招待基準は同じだったんですよ。開催要領を無視したから増えたんじゃないですか。それ開催要領を守る責任があるというふうに私が聞いても責任があるということも答えない、そういう無責任な姿勢がですね、この傍聴を招いたんだということを言っておきたいと思います。ちょっとパネルの、ちょっと3枚目を見ていただきたいと思いますが、安倍事務所の桜を見る会の申し込み書であります。桜を見る会、各界功績功労ある方々を招くものですが、功績功労を書く欄はどこにもありません。紹介者欄があって、そして参加される方がご家族、知人、友人の場合は別途用紙でお申し込みください。コピーしてご利用ください。とあります。つまりですね、安倍後援会の方が紹介者になれば、友人、知人をどんどん参加して募れるようにしたと。これはですね、安倍事務所がやったことであります。ちなみに午前中の答弁では、2013年からこういうやり方を安倍事務所やっていたということです。今日はお隣に麻生さん座っていらっしゃいますので、麻生大臣にもお伺いしたいんですが、麻生大臣が総理だったときには、地元事務所がこういう形でですね、桜を見る会の参加者、幅広くですね、募ると、こういうことをやられたんですか。財務大臣、麻生太郎君。地元の事務所が地元の人を呼んでたかというご質問です。幅広く募ってたってことですね。募る。だから同じことです。地元の事務所がその人のことをやってたかというご質問ですか。ありません。すみません、よく聞こえませんでした。麻生大臣、再度お願いいたします。ありません。宮本徹。よく分かりました。麻生大臣の時は、地元事務所が募るということはやってなかった。つまりですよ、やっぱり1万人を守るためには、やっぱりこれぐらいの水準で、政治家も与党も総理も推薦しようということをみんな守ってきたということじゃないですか。安倍さんになってから、安倍総理になってから、幅広く募るということを始めたということなんじゃないですか。どなたに質問、内閣官房長官、菅義偉君。これは先ほど来申し上げてますけれども、回数が重なるにつれてですね、多くなってきている、そのことを反省をしてですね、今年は取りやめをさせていただいて、もう一度原点に立ち返って対応しようということであります。ご静粛にお願いいたします。はい、宮本徹君。これ募るっていうのはですね、安倍政権からやったことなんですよ、ね、で招待基準は曖昧ではないですよ。各界の功績功労を招く方、招待規模も曖昧じゃないですよ。1万人、そして幅広く募るっていうのはですね、長年の慣行じゃないってことも分かりましたよ。安倍さんが始めた安倍政権の7年の慣行だったということじゃありませんか。
これまではですね、総理枠や与党枠、確かにありましたよ、後援会員の方が呼ばれる方もいたかも分かりませんけれども、それはそれぞれの責任で呼んでたわけですよ、推薦していたわけですよ。ところが安倍事務所だけはですね、各界の功績功労に関係なく、幅広く募ると、コピーをどん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 してやったということであります。いつも午前からの答弁聞いてましたら、いつも総理、この問題を答弁するときにですね、内閣官房からの依頼で、やってるんだというお話をするんですけども、ちょっと確認したいんですけども、内閣官房からの依頼の際に、幅広く募ってくださいという依頼っていうのは来てるんですか。ない。内閣総理大臣、安倍晋三君。はい、基本的にですね、できるだけ、この幅広くというのはですね、偏りがないようにということで、ございまして、いわば一定のさまざまな分野でですね、活動されておられる方ということも含めてですね、事務所によればですね、過去の資料が、残っておられない、おらず、詳細不明でありますが、第二次政権発足後、桜を見る会の、推薦作業を行う過程において、幅広く参加希望者を募る観点から、観点からです、ね、このような文章を使ってきたのではないかということでございました。宮本徹君。幅広くは偏らずだと、安倍さんの講演会ばっかりに偏っているわけですけれども、その募ってほしいっていうですね、幅広く募ってほしいと、ね、偏らずに推薦してほしいというのはあるかもわからないですけれども、幅広く募ってくださいと。こういう依頼は内閣官房からあるはずがないと思うんですが、そういう依頼の文書があるんじゃない、文書を、ね、ぜひ出していただきたいと思うんですよ、あるんだったら。内閣官房、内閣審議官、大西昌司君。お答え申し上げます。桜を見る会は昭和27年以来、総理の主催する会合としてですね、各界功績功労なった方々と親しく懇談をし、労を癒させていただくという会合でございます。そうした会合の趣旨を、担当者から、官邸の、総理、副総理、官房長官、副長官、また与党、自民党、現在ですと自民党、公明党の方にお伝えをして、推薦を挙げてお願いをしているところでございます。宮本徹君、文書で推薦依頼したと思うんですけれども、その際に幅広く募ってほしいという文言は入ってるんでしょうか。内閣官房、内閣審議官、大西昌司君。お答え申し上げます。依頼の文書自体は今もう残っておりませんけれども、会議の趣旨を、窓口の方々にお伝えをしているところでございます。その中に文言としてそのまま幅広くということがですね、あったかどうかにつきましては、ちょっと分かりません。宮本徹。分かりませんと、幅広く募ってほしいなんて書いてるはずないじゃないですか。私たちが確認しているものは、同じ人が続けてこないようにしてくださいという注意書きがあっても、幅広く募ってほしいなんて、どこにも書いてないですよ。私、この文書がないっていうのもですね、信じられない話なんですよね。毎年毎年、同じ行事をですね、やって、毎年毎年、与党に対しても、官邸の皆さんに対しても出しているのになぜこれがなくなっちゃうんですか。同じ文言で毎年出しているはずですよ。ありえないじゃないですか。内閣官房、内閣審議官、大西昌司君。お答え申し上げます。内閣総務官室の、推薦者名簿を取りまとめるにあたりまして、今申し上げましたような推薦依頼をお願いをしているところでございますけれども、そうした、文書につきましては、定型的、日常的な業務連絡に該当する文書としまして、保存期間を1年未満としているところでございます。で、会議、すみません、桜を見る会終了次第、速やかに、名簿を廃棄しているところでございますが、同じ、同様の時期に、合わせて廃棄をしているところでございます。宮本徹君。役所は前例主義で仕事を皆さんやってるわけですよ。同じような文言で毎年同じような文書が届いてるわけですよ。民主党政権の時に届いてるものと、皆さんが今答弁されてる中身と大体同じなんですよね。
それを毎年毎年終わったらすぐ捨てるなんていうのはないじゃないですか。やってるはずがないんですよ。隠蔽はやめてください。出してください。それで委員長お願いしたいと思うんですけども、内閣官房から安倍事務所などに対して行った推薦依頼の文書はあるはずですから、探すように理事会で協議いただきたいと思います。五国理事会で協議をいたします。恐縮ですが、ご静粛にお願いいたします。宮本徹君。総理ね、安倍晋三、ほら、質問者は困ってますから、いや困ってないです。いや、拍手の時に止める必要はないです。総理ね、安倍晋三事務所が功績功労に関係なくですね、幅広く募ったと、この点にですね、桜を見る会の趣旨、桜を見る会の開催要領からの逸脱があったと、こういう認識は総理にはあるんでしょうか。内閣総理大臣、安倍晋三君。先ほど来、答弁をさせていただいているようにですね、昭和27年以来、開催をしてきたところでございますが、時を経る上においてですね、また招待基準が曖昧であったことからですね、人数が増えてきたことについてはですね、反省しなければならないということは申し上げているとおりでございます。宮本徹君。だから自然現象で増えたわけじゃないわけじゃないですか。麻生さんの時までやってなかったようなことを、総理の事務所はやったから増えたんじゃないですか。ね、後援会員やですね、地元有権者の利益を図る目的で、招待基準を無視して、開催要領の1万人という規模も無視をして、たくさんの人数を参加させて、そして予算の積算額を超える、過大な支出を行って、国に財産上の損害を与えたと、私、総理がやったことはですね、背任だと思いますよ。違いますか。誰にご質問はどなたに。それは総理でしょう。総理でしょう。官房長官の菅義偉です。そこはルールの中で行っていると思っています。宮本徹君。いや、開催要領1万人というのは、菅官房長官が決裁で判行してある文書ですよ。これのルールは守らなくていいルールだということですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。背任ではないかというですね、ご指摘でございますが、桜を見る会についてはですね、これは長年の慣行の中で行われてきており、招待者の基準が曖昧であった結果として、招待者の数が膨れ上がってしまった実態があると認識をしております。他方、いずれにいたしましても、招待者は提出された推薦者につき、最終的に内閣官房および内閣府において取りまとめを行っているところであり、これは今おっしゃっているような背任に当たるものではないと、このように考えています。宮本徹君。内閣府、内閣官房が取りまとめてるから廃にじゃないって言ってね、予算を超えて、開催要領の人数規模を無視をしてやってるわけですよ。これ、私が廃人だって言ってるだけじゃないですよ。今、学者の先生方が総理を廃人罪で刑事告発されてますよ。そのこともちゃんと認識してですね、真摯な答弁いただきたいというふうに思います。ちょっとお伺いしたいことはありますけれども、総理はですね、安倍事務所の推薦の過程で、私自身も事務所から相談を受ければ、推薦者についての意見を言うこともあったと、こう述べておらっしゃいらっしゃいます。で、安倍事務所がですね、幅広く参加者を募っていることについて、今日の午前中の答弁では、いちいちについての相談はないと、こういう答弁だったと思いますが、じゃあ、この幅広くですね、募っていると、このやり方について、総理はいつからご存じでしたか。内閣総理大臣、安倍晋三君。幅広く、この先ほど申し上げましたようにですね、これはまさに、答弁をさせていただいたようにですね、このいつから
この幅広くということをいつから知っていたかということでございますか。まあ、これはいわば内閣官房、内閣府からですね、幅広く、推薦作業を、推薦を依頼されている中においてですね、幅広く希望者を募るということで行ってきたところでございますが、それについては承知をしていたということでございます。宮本、内閣官房は先ほどは幅広くなんて文言があったかどうか記憶もありませんって答えてるんですよ。そういういい加減なことはですね、言わないでいただきたいと思うんですよ。だからね、午前中は安倍晋三事務所で、やってる、こういうですね、申し込み書でやってることについて、安倍首相が指示したわけでもないと、逐一について相談を受けてるわけではないと、こういう答弁、小川さんに対してやられておりました。じゃあ、こういうですね、申し込み書を使ってコピーもしてくださいと、こういうやり方で幅広くで安倍事務所が募っていることについて、総理はいつから知っていたんですかということを伺っているわけですよ。地元事務所はこういうやり方で募っていることについて、いつからご承知でしたか。内閣総理大臣、安倍晋三君。そうしたやり方というのは、そういう、文書をということについてはですね、私は松豆高には承知はしていなかったのでございますが、先ほど来申し上げておりますように、私の事務所が推薦を行う過程でですね、事務所が推薦するか否かを考えている方々について相談を受けた場合に、私自身の意見を伝えたこともありましたし、また、私が把握した各界で活躍されている方々についても、推薦するようにですね、意見を伝えたこともあったと、こういうことで、ございます。この文書は見たことはなかったけども、ということですけれども、幅広く招待しているということ自体は、幅広く募っていると、募集をしていると、これ、募集しているわけですよね、募集を、推薦しているわけじゃないです、募集をしているんですよ、これはね。募集しているということについては、いつからご存じだったんですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。私はですね、幅広く募っているという認識でございました。募集しているという認識ではなかったのです。まずご静粛にお願いします。宮本君、私も日本語を今まで48年間使ってまいりましたけども、募るというのは募集するというのと同じですよ。募集の募は募るっていう字なんですよ。総理がさっきから募ってるって言ってるのは募集してるっていうことなんですよ。その認識がなく募ってるっていうお言葉を使っていたんですか。ね、募集の募はですよね、募るは違いますか。内閣総理大臣安倍晋三君。それはですね、つまり、事務所がですね、いわば今までのですね、経緯の中において、それにふさわしい方々に声をかけていると、そこでそれぞれが桜を見る会に参加をするかどうかということについて伺っていると、そういう意味において募るということを申し上げているところでございます。宮本徹君。ふさわしい方に声かけてるんじゃないですよ、これ見てください、コピーしてくださいと、知人も友人も誘ってくださいって書いてるんですよ。これが募るっていうことなんじゃないですか。やってた実態はふさわしい、だって総理の今までの答弁もそうですね、ふさわしい方をはじめということで、ふさわしくない人も含めて招いてるっていうこと、招待してるってことは、総理この間答弁の事実をお認めになってるわけですけども、実態はふさわしい方に声かけてるだけじゃなくて、知人や友人も含めて総理はどんどん誘ってくださいということで、総理の地元の事務所をやってきたということじゃないですか。内閣総理大臣安倍晋三君。いわばそれにふさわしい方ということでですね、やっぱ募っているという認識があったわけでございまして、例えばですね、新聞等にですね、広告を出してどうぞということではないんだろうと、こう思うわけで、ございます。ご静粛にお願いいたします。その上でですね、申し上げますが、最終的には内閣官房および内閣府において、取りまとめを行っているところであろうと、このように、認識をしております。宮本徹君。いや、この友人、知人を募っていけば、再現がないと思うんですよね、当然、コピーをして、友人、どんどんコピーして使ってくださいって書いてるわけですよ、ね、友人、知人。これについては、ふさわしい人、
安倍事務所がですよ、例えばふさわしいと思ってた人以外にまで、声がかかるやり方ではないですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。いずれにいたしましてもですね、今、文書を、名簿は残っておりませんので、確認のしようがないところでございますが、いわばやり方においてはですね、桜を見る会の参加者について募る上においてはですね、参加者希望者を募る観点からはですね、先ほど申し上げたような観点から募っているというふうに私は承知をしております。宮本徹君。ですから、このやり方ではふさわしい人だけに声がかかるというやり方じゃないんで、それぐらい認めてくださいよ。見れば、やってることを見れば分かるじゃないですか。それもまた名簿を破棄したから分からないということですね。何でも捨てたから分からないということで逃げるというのはですね、極めて不誠実ですよ。国民の税金の無駄遣いやってるんですよ、総理は。国民の怒りの声、総理も聞いてるでしょう。で、もう一点聞きますけれども、相談、安倍事務所と相談されている際に、招待規模については、安倍事務所からこれぐらい招待したいと、推薦したいと、この規模については、総理に相談があったんですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。それについては詳細な説明はございません。また事務所の方が募る上においてはですね、それぞれ推薦者等がいるわけでございますから、その段階でチェックはされるものと、このように考えております。宮本徹君。事前に招待希望の相談なかったということですけれども、ただ総理自身はですね、毎年毎年、地元からの参加者がどん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 増えてるということは認識されてましたよね。前夜祭もやられている。そして桜を見る会の当日には、朝、後援会の皆さんと写真撮られてるわけですから、人数がどん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 増えてるということは、そのことは認識ありましたよね。内閣総理大臣、安倍晋三君。委員長。これは1年に1度でございまして、それがですね、どれぐらい人数が増えてるかどうかということについてはですね、私、そのお一人一人人数を数えているわけではないわけでございますので、あまり私自身はそういう認識はございませんでした。宮本徹君。認識がないという、それも驚きですけどもね、400人とかっていうのが800人ぐらいになってるのに、じゃあ、首相動静見ますと、2014年は8月21分に、後援会談、失礼。2014年8時21分から後援会の皆さんと写真撮影を始められております。2015年以降はですね、7時台、初めは50分台、さらにその次は7時40分台ということで、どんどん写真撮影するのが早まってるわけです。なんでこんなに早くですね、写真撮影するように時間が早まっていったんですか。内閣官房、内閣審議官。失礼しました。内閣府大臣官房長の大塚幸寛君。何ですか、後援会の話を答えられるんですか。入園の関係でございますので、事務的に承知するまでお答えをさせていただきます。もともとがこの、新宿の入園に際しましては、その団体等でまとまってきたことが受付等の効率の観点から適当である場合には、そのバスによる入園ですとか、あるいは会場前の、その会場時間を早めての入園というのも、認めてきているということでございまして、それ自体は何か特定の方に限った対応ということではございませんということをまず申し述べさせていただきます。内閣総理大臣、安倍晋三君。当時のですね、経緯を確認したところですね、2013年と2014年は通常の開門時刻である8時半の直前に到着をしていたところでありますが、すでにかなりの人数の方々が入場されている状態であったためですね、でこれはですね、私のいわば、講演者だけではなくてですね、その段階においてですね、8時半の段階で2013年は3150名の方々がすでに来られていて、そして2014年は4591名でございました。例えば、米軍の関係者等はですね、この相当の人数の方々が開門前に来られているわけでございまして、多くの方々が写真撮影も希望をされているという事実もあるわけでございます。そこで、
2015年には、この7時57分に行ったところでございますが、まあ、前の年よりは少なかったんですが、4110名の方々が開園前に来られて、おられました。で、その次の年は、4868名の方々、開園前に来られていると、こういうことでございましたので、まあ、平成30年にも5000人の方々が開園前に、この8時半の前に来られているということもあったというふうに聞いているところでございまして、招待者の方々との交流の時間を少しでも長く取りたいという思いから、2015年以降は7時台後半に到着をし、参加者との写真撮影や握手に応じるようにしたものでございます。宮本徹君。招待者との交流というのをおっしゃいますけどもね、別にそのさっき米軍関係者とかなんとかって言いましたけど、別に米軍関係者の皆さんとの交流のために早く行ってるわけじゃないでしょう。首相同棲見たらいつもまずやってるのは地元後援会の皆さんとの写真撮影ということで毎年書いてありますよ。でこれ安倍事務所が作成した桜を見る会の注意点ですね。これ皆さん7時にですね、今年で昨年で言えばホテルの玄関にですね、集合して、開門前にですね、バスを連ねて入園していってるわけですよ。で、ちなみにですね、私も総理から招待状をいつもいただいてますので、私のところに来たのは何時って書いてるかといいますと、開門および受付開始は午前8時半ですと、総理大臣は午前9時ごろに来園の予定です。これが私のところに来て、多分一般的なですね、案内だと思うんですよね。だからどう書いてあるかというとですね、入園に際しては手荷物検査を行うため、相当混雑が予想されますと書いてます。ところがですね、この混雑を避けて、そして、門が開くことが知らされて、いる人たちがいるわけですよね、安倍後援会の人たちですよ、早々とですね、入園をして、何をやってるのかと、まずですね、受付もすごいんですね、社内にて招待証バッジを渡します、バス社内にて受付いたしますと。記念品をお渡ししますと、全部車内です、バス車内ですね、手続きが終わると、そしてその後安倍夫妻とですね、記念撮影を1号車から撮影しますということで、後援会行事をやられてるわけですよね。総理ね、この後援会員の皆さんがどん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 増えたから、早く総理も到着されるというふうになったわけでしょ。この写真撮影に行ったり来たりして、総理が右行ったり左行ったり行って写真撮影するってことになってますけども、このためにですね、後援会の皆さんと交流するために早く行かれるっていうことになったんでしょう。違いますか。内閣総理大臣安倍晋三君。内閣府によればですね、新宿御苑への入園に際し、団体等でまとまってきていただくことが受付等の効率化の観点から適当である場合には、私の後援会関係者も含めて、バスによる入園を認めるケースがあったとのことであります。その場合には、事前に団体側に対して、参加者の手荷物を最小限にし、危険物の持ち込みは一切認められない旨、指導するなど、必要な対応をお願いすることで、手荷物検査を免除する場合があったとのことであります。また、開園時間については、会場周辺の混雑状況により、内閣府の判断で予定より早い時間にしていたとのことでありますが、約1万8000人の来場者がある中では、早く来た方がいればですね、混雑を避けるために、早めに開門することというのはですね、これはある意味当然の対応ではないかと、こう思うところでございまして、例えばですね、先ほど申し上げましたように、2016年には4868名の方が、8時から8時半の間に来られています。また平成30年には5117名の方が、そして平成30、31年には5900人の方々がですね、これは8時から8時半の間に入園をされているわけでございますので、当然私の後援会関係者の方々は800人程度でございますから、それをはるかに上回る方々が入園をされていると、こういうことでございます。宮本、いや最近は8時から8時半じゃなくて、7時半から8時の間に総理の後援会の皆さんは入られて、7時台から総理は写真撮影されてるんですよ。はるかにですね、早い時間帯から、はっきり言って門の
警備体制だってですね、それに合わせて早くしてですね、やってるわけですよ。大体ですね、いち早く参加するとメリットがあるというふうに聞きましたよ。会場のメインの場所をいち早く確保して、芸能人らを間近で見れると、飲食ブースにもいち早く行けると、まあ、飲食の提供の開始時間は8時半ですけども、まあ、後から行った方は行ったら食べ物があまりなかったと、こういう証言だって出てるわけですよ。安倍後援会の皆さんを特別扱いして、普通の人には、私のところもそうですけども、8時半開門ですと案内しながら、そうじゃないやり方をですね、やっていたということじゃありませんか。特別扱いして便宜を図ったということじゃありませんか。それであのパネルの5を見ていただきたいというふうに思います。これですね、昨日内閣府から提出された資料です。桜を見る会における総理公邸案、これ、昨年9月30日から私、出してほしいってずっと言ってきて、なぜか4ヶ月経って出てきたら真っ黒だったと。いうことです。首相のですね、動静というのは、新聞でも克明にですね、後援会員と何時から写真撮影しましただとかですね、書かれているのに、これは真っ黒なんですよね。これはなぜ真っ黒なんですかね。内閣大臣官房長、大塚幸広君。お答えをいたします。まさしくそのこれだけ大規模なその行事の中での総理の具体的なその動線、時間、個々の時間帯でどこにいらっしゃるか、どこにどうご移動されるかというのは、これは常にあの警備を伴ったあのセキュリティの問題が常にあのついて回りますので、そういう意味で全体をあの今、委員お示しのとおり、黒塗りとさせていただいたことでございます。宮本徹君、もうすでに終わってるわけですよね。過去のものなんですよ。これからだったら警備にね、関わる、あるかも分かりませんよ。過去のもので、メディアにもですね、報じられている総理の動きが真っ黒で出てくるわけですよね。私、これ、一番初めの上の方にですね、安倍後援会との撮影っていうこと、こういうことが書かれてるんじゃないですか。政府の公的行事を総理が私物化した証拠が、ここに書かれてるんじゃないですか。だから真っ黒になってるんじゃないですか。違いますか。内閣府大臣官房長、大塚幸広君。まず委員、その前半のその過去のものだから、もう公表して差し支えないんではないかということでございますが、これはまさしくその過去のものであっても、それが公表されれば、具体的なその警備のやり方なりが、今後のその行事等の中で類推されますので、それは過去のものであろうと、やはりお示しをできないということでございます。それから一連のその総理の行動点につきましては、それはあのいかなる性格のものであろうと、全体的に総理がその滞在中にどう園内を動かれるか。これはおしなべてセキュリティに関することだと思っております。宮本徹君。あのですね、いや本当に今後の警備に関わるところがあったら、そこだけ黒く塗ればいいじゃないですか、ね、それ以外のところまで真っ黒にしていると、全部隠さなきゃいけないというか、どうしても隠さなきゃいけないところがあったから真っ黒にしたんじゃないですか。内閣府大臣官房長、総理にですね、私質問してないです。してないです。で結局ですね、総理に関わるものはですね、名簿も出てこないと、名簿を廃棄したログもですね、なんか国家機密だかなんだとかっていうですね、とても理解できない説明で出てこないと、そして出てくる資料は真っ黒、全部隠蔽じゃないですか。ちょっと次に質問させていただきますけれども、安倍昭恵夫人の問題についてもお伺いしたいと思います。午前の答弁では、総理がですね、昭恵夫人からの意見を聞いて、事務所に推薦したということでございましたが、総理は一体安倍昭恵さんから何人推薦してほしいということで、人数を聞いたんでしょうか。内閣総理大臣、安倍晋三君。あの先ほどあの宮本委員の指摘の中でですね、8位から8時半の間で、平成31年は、まあ、5900人の方が来られているんですが、例えば8時から8時半の間、ではないかというご指摘もあったんですが、その間にもですね、1800名来ておられますから、私の後援者の数よりもはるかに多い方がすでにその時には入院をされているということでございまして、委員のご指摘は当たらないと、このように思います。そこで、ただいまのご質問で、ございますが、あの私の、事務所において、幅広く参加希望者を募る過程でですね、
私自身も、事務所からの相談を受ければ、推薦者についての意見を言うこともありましたが、その際、各界で活躍されている人を幅広く把握する観点から、妻の意見を聞くこともあったところでありまして、これは午前中の質疑の中において、すでに答弁をしているところでございますが、妻の意見を参考として、事務所の担当者に私の意見を伝えたところでございます。事務所において、すでに記録の、推薦の記録が残っていないことから、具体的な活動は明らかではございませんが、いくつかの団体や関係者や個人について、妻から意見を聞き、私から事務所に伝達したこともあったと記憶をしているところでございます。はい、以上です。宮本徹君。私は質問通告でですね、記録が残ってないだろうと思いましたので、安倍昭恵さんに確認をしてくれというふうに通告をしたはずです。安倍昭恵さんから総理に何人、推薦してほしいということであったんでしょうか。内閣総理大臣、安倍晋三君。確認した結果のお答えを今、させていただいたところでございます。宮本徹君。確認しても人数は分からないというふうに安倍昭恵さんはおっしゃったということですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。今申し上げましたようにですね、意見を参考として、そして私が事務所に伝えているところでございます。そしてすでに記録が残っておりませんので、具体的な人数についてですね、この本人の分を持つまべだかではないということでございますから、今、答えをしたとおりでございます。宮本徹。いや、数えきれないほどたくさん呼んだんですかね。私どもの新聞の記者がですね、赤旗の記者がですね、一日さっと調べただけでもですね、143人ですね、ネット上で確認できたと。名誉会長を務めたスキーイベントの方々、毎年約20人で参加と。名誉顧問だった岡山県の農業集団、これも十数人で参加。女性、酒造りの仲間、レディー酒プロジェクトの関係者10人。安倍昭恵さんが作ったマラソンチーム、チーム A11 人。校長を務める渦の学校の講師関係者17人、昭恵氏が企画、設立した復興施設の渦ハウスプロジェクトメンバー7人、名誉顧問だった女性農業団体関係者、10人、昭恵氏が率いる手話ダンス、渦、などなどなど、まだ読んでたら時間なくなっちゃいますから、読みませんけども、もの、まあ、森友学園はですね、ここ、私たちの調査では分かりませんでしたけども。ものすごい数の方を呼んでいらっしゃるわけですよ。しかもですよ、5年連続とか呼ばれてる方々もいらっしゃるわけですね。毎年毎年20人ぐらいで、の団体のところも毎年毎年呼ばれてると。名刺を交換したらその年から毎年招待状が届くようになったという証言もいくつもあるわけですよね。そうすると毎年届くんだから、当然昭恵さんはですね、リストを持ってなきゃおかしいんですよ。先ほどのようにですね、覚えてないっていうのはですね、おかしいじゃないですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。それは先ほど答弁したとおりでございます。宮本徹君。毎年毎年、同じような人にですね、送っているのに、リストもない、記憶もない、なんかですね、安倍政権のですね、隠蔽が奥様にまで移っちゃってるんじゃないですか。もう一つ確認したいんですけれども、政府はですね、連続して毎年同じ方が呼ばれることは避けていただきたいと、これをですね、安倍事務所にも、そして与党にもみんなお願いしているということでございます。この政府の要請に対してですね、総理、いや安倍昭恵さんはどう対応されたんですか。毎年毎年同じ人が参加している、これが確認されるわけですけれども、無視したということですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。ドイツ人がですね、連続して、招待を受けることがないように、配慮することについてはですね、私の事務所も承知をしていたとのことでございますが、実際の推薦の状況についてはですね、推薦名簿をすでに廃棄をしており、定かではないということでございます。宮本。いや、名簿を廃棄していても、今はネット社会なので、今年も行きました。今年も行きましたということで、毎年参加している記録が残っている方がたくさんいます。そして、毎年招待状が来ている方がたくさんいらっしゃいます。
事務所の方は連続して同じ人は来ないようにということは承知していたと。ところが毎年毎年招待状をですね、安倍昭恵さんの関係者のところは送っていたと。それは総理先頭にですね、政府が要請したルールを無視したということじゃないですか。夫婦揃って公的行事を私物化したってことじゃないですか。内閣総理大臣安倍晋三君。なるべく同一人がですね、連続して招待を受けることがないようにということではございますが、もちろんそうした中ではですね、団体等においても同じ人物が団体の長である場合はですね、重複することもあったわけでございますし、私が推薦した中においてもですね、重複した方があったかもしれないと、こういうことでございますが、基本的にはですね、招待を受けることはないように配慮をしなければならないということだと思います。宮本、その配慮しなければならないことを配慮せずに毎年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 ですね、同じ人にですね、総理枠で安倍昭恵さんの推薦で総理も意見を伝えてやっていたということなんですよ。悪かったというぐらいですね、反省ぐらい表明されたらどうですか。内閣総理大臣安倍晋三君。すでに名簿が存在しないことからですね、この確たることは申し上げることができないということでございます。宮本徹君。さっきも言ってますけど、名簿存在しなくても皆さんが招待されたということで公表されてるんですよ。その事実を見ればやっていたことは明らかじゃないですか。名簿を破棄したということだけで隠蔽できる時代は終わったんですよ。今はインターネットで真実がかなり明らかになる時代ですから、そういう答弁でですね、ごまかさないでいただきたいと思います。残り時間少なくなってまいりました。公職選挙法との関係でお伺いしたいと思います。事前であれ事後であれ、公職選挙法では投票した選挙運動者に報酬の目的を持って利益供与すれば買収罪となります。秘書や親族による買収でも悪質な場合は連座制が政治家には適用されます。昭恵夫人との関係がある方で桜を見る会に招待された方が赤旗編集部の取材にこう述べております。招待されたのは選挙活動に従事して頑張ったねという功労だったと思うと、招かれた側はですね、事実上の買収だったという認識を示されている方もいらっしゃるわけですよね。総理ね、各界の功績功労ある方々を招くという趣旨を無視して安倍陣営の選挙で功績功労のあった後援会員や地元有権者を招待し、税金で飲食を提供することは税金を使った利益供与であって、これは事実上の買収行為に当たるんじゃないですか。内閣総理大臣安倍晋三君。今までも何回かご質問を受けた同じ点でございますが、桜を見る会については長年の観光の中で行われてきており、招待者の基準が曖昧であった結果ですね、として招待者の数が膨れ上がってしまった実態だと認識しております。他方お辞令いたしましても、招待者はですね、提出された推薦者につき最終的に内閣官房および内閣府において取りまとめを行っているところでありまして、公職選挙法に抵触するとのご指摘は当たらないと考えております。宮本徹君。最終的な取りまとめは内閣官房内閣府というふうにおっしゃいますけれども、安倍事務所がですね、推薦すれば自動的に招待状は届くわけですよね。申し込み書、先ほど、ありましたけれども、後日郵送で内閣府より招待状は届きますって書いてるわけですよ。申し込んだら内閣府から申し込み書いきますよって初めから言ってるわけですよね。それでさらにですね、もう一つパネルの6枚目見ていただきたいと思うんですけども、これ、安倍事務所に桜を見る会に申し込んだ方々には、安倍事務所は桜を見る会についてのご連絡というのを届けています。これ、この度は総理主催桜を見る会へのご参加ありがとうございますって書いてますね。日付はですね、2月吉日って書いてあるんですよ。桜を見る会の招待状が発出されるのは、3月の上旬、中旬なんですよね。桜を見る会の招待状は内閣府から届く前に、安倍事務所はですね、この度は総理主催桜を見る会のご参加を賜りありがとうございますって書いてるんですよ。これ皆さん、内閣が取りまとめる前に安倍事務所に申し込んだら参加が確定してるじゃないですか。内閣官房は最終的に取りまとめてると言いますが、事実上のノーチェックじゃないですか。内閣官房内閣審議官大西昭二君。
お答え申し上げます。前段というところになるかと思いますけれども、総理からの、安倍事務所からのご推薦であれば、すべて、そのままノーチェックで通るのかというご家問でございますけれども、担当者に確認をいたしましたところ、実際に安倍事務所からご推薦をいただいても、結果として招待されなかった例もあるとのことでございます。ただし、静かにお願いいたします。恐れ入ります。具体的に推薦から外した方がどういう方であったかといった詳細につきましては、名簿も廃棄されておりますことから、明らかではございません。内閣総理大臣、安倍晋三君。繰り返しになりますが、桜を見る会の招待者については、提出された推薦者につき、最終的に内閣官房および内閣府において取りまとめを行っているところであります。他方、私の事務所に確認したところ、当該取りまとめの前に、ご指摘のような文書を発出していたことは事実でございまして、事務所の担当者によればですね、回数を重ねる中で、推薦すれば招待されるだろうとの安易な憶測のもと、作業を進めてしまったとのことでありますが、招待プロセスを無視した不適切なこの表現であり、問題があったと認識をしております。宮本徹君。つまりですね、安倍事務所の皆さんはですね、やっぱり招待され、推薦すれば招待されるだろうと憶測を生むぐらいですね、事実上ノーチェックでやってきたということを認めてるような答弁じゃないですか、今。事実上ノーチェックですよ。先ほどの桜を見る会の申し込み書もですね、どういう功績功労があったのか記入する欄なかったわけですが、これ政府の側ですね、内閣府内閣官房作成の招待者名簿。もう今日、どういうふうに記入欄というのを持ってきました。記入するのはですね、推薦団体〇〇と〇〇党と、名前、ひらがなと、漢字ですね、そして印刷用の役職名、住所であります。どういう功績功労があったのかという書き込む欄はですね、政府側の招待者名簿にも、そして安倍事務所の側の申し込み書にも記載する欄はどこにもないんですよ。公正功労があるかどうか、こういうチェックはですね、事実上、ノーチェックだったということなんじゃないですか。内閣官房内閣審議官、大西昌司君。お答え申し上げます。先ほど先生の方から、おっしゃっていただきましたように、内閣府の様式と同様のもので、ほぼ同様のもので、推薦のお願いをしております、氏名、住所、役職等を書いて、役職を書いていただく欄があるところでございます。で、一般論で申し上げますと、先ほど、実際に担当者に確認しましたところ、推薦いただいても招待されなかった例もあったとのことでございますけれども、一般論で申し上げれば、例えば、社会常識に照らして、問題があるような場合には、推薦をお断りするようなこともあり得るものでございます。お静かにお願いいたします。宮本徹君。一般論で言えば、社会常識に照らして問題がある人はチェックをしたという話でありますが、逆に言えば、功績功労ある方々を招くというのが本来の招待基準ですけれども、功績功労があるなしでは、チェックはしなかったということでいいですね。内閣官房内閣審議官、大西昌司君。ご静粛にお願いいたします。恐れ入ります。功績功労という意味で申しますと、それはさまざまな考え方、見方があるところかと思います。各界においてさまざまな功績功労のあった方々などをご招待するということでございまして、その中には、地域で、頑張っておられる方々、といったような方々も、静かにお願いいたします。その中に、入ってこないということはないものというふうに考えております。宮本徹君。功績功労確認する欄ないんですよ。自分には何にも功績功労ないけど言ったんだって証言されてる方もたくさんいらっしゃいますよ。ね。で、結局ですね、功績功労のチェックはしていないというのは、これを見てもはっきりしてますし、さっきの答弁でもはっきりしてます。唯一弾いたであろうというのは、社会的に呼んだらまずい人、有名な暴力団員とかそういう方でも安倍事務所から名前があったんですかね、それはちょっとわからないですけども、そういう
ことしかチェックはしていないということであります。そして逆に言えばですね、功績功労に関係なく事実上のノーチェックだったということも私は言えるというふうに思います。そうするとですよ、公職選挙法違反でないという証明は何一つないということになるんじゃないですか。総務大臣、総務大臣高市早苗君。公職選挙法を所管しておりますので、公職選挙法の買収罪につきましては、財産上の利益の共有などが、特定の選挙に関して、特定の者の当選を得、また得させる目的などをもって行われるということを要件としております。桜を見る会は各界において功績功労のあった方々などを幅広く招待し、日頃の御禄を慰労するとともに親しく懇談するという国の行事でございますので、一般論としては当選を得る目的などを持つとは言えないと考えられると存じます。宮本、桜を見る会自体は国の行事なんですよ。ところがその国の行事を使って逸脱が行われているわけですよ。開催要領は1万人、ところがそれを無視して、どん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 1万8200人にまで参加を増やしたと。その参加を増やした中身というのは、幅広く地元の有権者、後援会員を募っていったと。そして誘われた方は、これは選挙で頑張った功労だと思うと、こういう証言までですね、あるわけですよ。どう考えたって、これ、公選法の事後買収が成立する案件だというふうに、私は思いますよ。国の行事を、国の行事通りにやってれば当たらないでしょう。ところが国の行事の趣旨を逸脱して、総理は税金の私物化を行い、そしてそのことによって、地元有権者、後援会員を買収した、こういうことなんじゃないですか。内閣総理大臣、安倍晋三君。今、宮本委員がですね、1万8000人に増えて、まるですべて8000人が私の地元の後援者かのような言い方でございますが、それは間違いです、はっきりと申し上げておきたいと、このように、思います。ここではやっぱりちゃんと事実を述べていただきたいと、こう思う次第で、ございます。そこで申し上げればですね、今、すでに、公職選挙法を所管する総務省の総務大臣からお答えをしたようにですね、公職選挙法の違反には当たらないということだろうと、このように考えております。宮本徹君。いや、今、総務大臣が言ったことに対して、私はですね、ちゃんと反論させていただきましたよ。国の行事だから当たらないというのがですね、総務大臣の答弁だったわけですけれども、ただ、国の行事が国の行事通りに行われたら当たらないでしょう。しかし、国の行事であってもですね、その税金の使われ方の実態が私物化で、そして地元の後援会員の皆さんの接待に使われた、こういうことになるとですね、これは私は当然、公選法違反の公正要件を満たしていくというふうになると思いますよ。総務大臣、高市早苗君。例えば買収罪における共謀接待ということにつきましても、これがもし犯罪とされるには、投票を売るための報酬、または謝礼の趣旨をもってなされることを要すると返されております。先ほど委員がおっしゃった事例について、それが事実であるのかどうか、それは私どもは実質的な調査権を持ちませんし、立証していただけるかどうか、これは分かりませんけれども、しかしながら公選法の買収罪については、先ほど申し上げたとおりの要件でございます。あくまでも国の事業でありますから、当選を売る目的などを持つとは、言えないと、考えております。そして仮にもし、これがですね、買収罪に当たるのであれば、民主党政権の時のことを言ったら、皆さん怒られますけれども、当時もですね、各議員に対して、地元の後援者を招待する絶好の機会ですというようなことで、お一人4組というような書類が配布されていたことを私たちも承知をいたしております、多くの国会議員が、それぞれ買収罪に当たってしまうということになります、そういう、内容のものではないと。あくまでも国の行事であるということでございます。
宮本徹君、恐縮ですが、時間が来ておりますので、手短にお願いいたします。幅広く募るということをやってきたのはですね、初めから議論してきましたけれども、安倍さんになってからなんです、安倍総理になってからなんですよ、麻生さんもやってなかったの、はっきりと答弁されましたよ、鳩山さんの時だってやってない、鳩山さんの時は全部で8800人が参加しないわけですよ。菅原経産大臣は公選法違反の疑いで大臣を辞職されました。自分のお金でカニやメロンを配って、香典を ばらまいて、公選法違反の疑いということになったわけでございますが、しかし、総理の場合はですね、恐縮ですが、時間が来ておりますので、よろしくお願いします。税金を使って、後援会員のサービスを接待したんですよ。どっちが立場悪いのか、また総理大臣を続ける仕方ないということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて宮本君の質疑は終了いたしました。最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。これを機にぜひともテレ東ニュースのチャンネル登録をお願いします。こちらの画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックできるんですよ。よろしくお願いいたします。